西陣で、私はまあね、西陣とは関わりがあまりなかったんですけどね、一つの、つながりっていうか、西陣を私に橋渡しをしてくれたのは、あれですね、まあ、絵の方に興味があって、伊藤若冲のが、まあ、西陣で働いたことがあったということと、それから、まあ、その彼の絵の中である非常に独特な技法っていうかな、がありまして、でそれはその西陣から出たものらしいんですね。でそういう説が有力だと思いますが、それで、若冲を見ているうちに、まあ、西陣の方に引き寄せられるということになったんだと思います。で、まあ、今日は大変だから、ある意味で懐かしいような、そういう前から興味を持っていたこの西陣の本場に、来られて話ができるのは大変嬉しいんですが、しかし今日の話は絵の話でないし、徳川時代の話ではなくて、その近代の、まあ、その日本の憲法9条の話となんですね。で、今まで私も含めて、9条を守る会ですね、9条の会というのを去年始めてから、まあ、およそ1年ほどの活動の間、主として、まあ、決して時々触れてるんですけど、だけどその本当にはあんまり触れることが少なかったのは、国際関係だと思うんですよ。で、つまり9条が過去および未来の日本にとってどういう意味があるだろうか、日本国民にどういうプラスとマイナスを及ぼすだろうかっていう話が中心だったと思うんですね。で、それもある意味で当然なんだけども、日本国憲法の話ですから、しかし外国にも影響があるわけですね。で、そのことはそれほど深く触れてなかったと思うんです。ところが、その憲法のそのものでも、ことにその9条は、この日本と外国との関係に関わってるんですね。もともとあれができた時は、日本国民の安全のために、日本国民の幸福のために憲法9条を作ったというは言えないと思うんですね。その主眼はどちらかといえば、もう一遍悪いことしないようにね、とにかくあれができたのは敗戦直後ですから、だから15年戦争を日本がやって、その直後ということでしょ。だからアジアおよび世界の常識は、日本はそのひどいことを15年戦争で侵略戦争をやったと、でもういっぺんやってもらっちゃ困るからどうしようかっていう時で、そのために9条を作ったっていう点が、まあ、明らかに非常に強いわけですね。ですからもともとはね、あれは日本国民用というよりも、その周辺国が最も関心の強い問題なんですね。で、それを一切無視して、もう近頃その極端な人は、あれは国内問題だとかね、だから外国は口出しをするなとか、そういうことを言う人がだんだん出てきて、だから靖国神社問題なんかでも、国内問題だから外国は口出しをするな、教科書の問題でもとにかく黙ってろと。で、あれは日本の国内の問題だというのは、よほどその歴史的感覚が、そこからもうすでに食い違ってるわけですね。で、そうじゃないんだ、初めから国際問題なんだから、その日本の憲法ができた環境っていうのはですね、ことに非常に強く国際的感覚、ことにその集中的表現は9条ってことになります。だから今日はですね、私はまあ、散々議論されてはいるんだけども、国内問題の面ではなくて、その対外的な面、外国から見たらどうなるか、またそのこの憲法に対する、9条に対する我々の態度がですね、外国にはどういう反響を及ぼすだろうかということをお話したいと思うんですよ。で、その外国の中で一番大事なのは、もちろんその隣国で、まあ、戦争とも深い関係があるのは中国で、それから朝鮮半島ですね。しかし、そのもっと遠い外国もあるので、
米国との関係も深いし、それからある意味ではこの直接利害関係がなくてもその第三者としてね、比較的客観的に事態を見ていることができるのは例えばヨーロッパはそうですね。でそういうわけですから、そのまあそういう国 で外でから見ると一体どういう意味があるかっていうことから、まあ今日は主なお話をしたいと思うんですね。で今年の3月の末に私はちょっと中国に行ってきたんですが、米人ですけど、用向きは憲法のやはり9条に関係のある話で、そこでまあ主として大学の人たちに話してきたんですが、でまあ従ってその中国の方との一種のなんていうかな、前から知ってる人が多かったけれど、新しい人にも会いましたけども、一種の肌触りというか感覚を感じたんですね。でそれからまた数ヶ月して、6月に入ってからですね、キャナダに行きました。それでキャナダでは太平洋岸で、やはりこれは救助日系の日本系のカナダ人がやはり9条の会というのを作ろうということがあって、でそこで私はちょっと話をしてきたんですね。でその後は9条そのものでに関して演説をしたっていうことはないんですけども、その後カナダ この東海岸の東側の方ですね、大西洋岸の方に行って、まあ、モントリオールに行って、でそれからヨーロッパに回ってパリに回って、パリはちょうどヨーロッパの国民投票があって、でそのブリュッセルで作った例のヨーロッパ憲法の国民投票による批准の問題ですね、否決されたということで、でまあその反応をなどは直接感じた。でちょうどその日翌日ぐらいですから着いたのは、それでまあそのシベリア周りで帰ってきたわけですけど、だからまあ割合に最近その外に出たということもあって、まあ今日はそういうお話をしたいと思うんですね。そこでその現在の状況はちょっとそのむしろ日本の現在置かれている対外関係の方からお話をして、そしてそれが結局は詰まるところ九条と大きな関係がある。まあ初めにお話したようにね、九条ってのはもともと日本が二度やらないっていうための保証なんですからね。でそういう少なくともそういう意図で作ったものなんだから、でしかもそれを日本人が賛成してできたものなんで、それを変えるってことになるとね、そのまあもう一遍やるぞという意味ではないにしても、それはその大きに関係はあるわけですよ、重大関係。少なくとも外から見て一番強い関係があることはその日本の安全のことを誰も心配してないの、ね、でそうじゃなくてその東北アジアの平和とか、それから平和的な関係とかって、そういうものがどういう影響を受けるかということを心配するわけですね。でそれをちょっと読み違えると、そのつまり球場問題に関してもですね、球場以外の問題もありますが、もちろん中国やその朝鮮半島のですね、日本の国内いろんなさまざまな動きがあるでしょう。でそういうものに対する反応の読み違いになると思いますね。そこでその現在の状況をですね、まずまとめて一挙に見ると、国によって違いますよ、もちろん非常に複雑に違うけれど、だけど大きく見ればね、要するにうまくいってるかうまくいってないかという話ですが、その、中国との関係は第二次大戦後最悪の時期の一つだと思いますね。でご承知のようにいろんな問題が出てくる、出てきてますが、まあこの例のその歴史意識の問題ということがあって、それからもっと具体的に
大変その靖国神社参拝の問題とか、それからその教科書認可の問題ですね、新しい読み直しの教科書っていうのは、まあ、歴史教科書の問題とか、それからまあこの台湾とですね、大陸台湾海峡のものに関する日本の態度の問題とか、それからその日本の国連安全保障理事会の常任理事国立候補のものとかで、そういうことの全体、それから土地の問題、土地と資源の問題もありますね、東シナ海の石油ガスの問題で、そういうことに対する反応が、一連の反応がまあご承知のようにあって、でどれも争点というか争いのもとになっているわけですね。で、一斉にその争点争いの問題が吹き出してきて、日中関係はこのトゲトゲした非常に冷たい関係になっているわけでしょう。でおそらく最近の日中関係の中で最低悪い関係だと思うんですね。それから韓国との関係も大変悪いですよ。大統領自らその不満を表明してるし、それから日本の戦争に対する態度とかですね、それから靖国神社に対する態度、靖国神社も国際問題ですよ、ね、靖国神社に祀ってあるのは戦争で亡くなった方の戦死者の問題ですから、だから靖国神社はその徹底的につまり戦争に関わる神社ですよね。特に、それで戦争は相手がないとできませんから、だから国際関係、国際問題じゃない戦争ってないわけですよね。そう、相手がなくなっちゃうでしょ。で相手は日本国以外の外国だから、だからそれが戦争ですから、だから従って戦争という言葉の定義はまあ当然その地引きをご覧になれば分かるように、国際問題なんだね、初めからですから。ところがそれをだけを祀ってある神社ですから、当然靖国神社問題も国際問題ですが、でまあそういうようなことで、これはまあ中国の場合と韓国の場合と共通点があると思いますが、とにかく反対、強い批判があるんですね。でこれはかなり異例なぐらいですよね。大統領発言としては異例なぐらい強いその批判が出てます。ですから韓国との関係も良くないですよね。いい面もある、いい面というか関係の密接な面もありますけども、それはまあ中国との関係はその経済問題ですよね。で経済的関係は中国が非常に、ご承知のように対外貿易も非常に急速に増大してますから、だからその中でもって一番大きな相手になったのは日本国が一番大きいと思うんです、一国ではね。でそういう朝鮮半島でも貿易の関係は非常に深いんですよね。ですから経済的な関係は非常に密接になってる。それから韓国の場合にはある種の文化的な交流も盛んになってるって、まあ、そういうことがありますから悪くなってるだけではないですけど、政治的関係は最悪と言ってもいいと思うんですね。韓国と、それから北朝鮮人民民主、その朝鮮人種民主主義人民共和国は北朝鮮というはもちろん関係は非常に悪いですね。これは国交樹立はうまくいってない、それでちょっと今のところ見通しがない、国交の樹立さえも、だから非常に関係は良くないでしょ。であとその日本のそばに近隣国っていうとロシアですよね。でロシアとの関係はやはり新しい友好条約というのはできてないですよね。で、例のその北方領土問題というのがあって、でこれはその解決の兆しは全然ない、それから解決へ向かう何かの動きというものもない、そういう計画というものも聞いたこともない。
だから今のところは完全に凍結状態ですね。非常に良くないんですよね。それからあとはその日本のいろんな意味で日本だち日本国内に駐留軍隊が駐留している米軍ですね。米国との関係で米国との関係っていうのも必ずしも大体その政治的に政府間関係はいいということになってますが、で実際そうなんでしょうけども、しかしまあそういう問題はあると思うんですね。でその問題についてまあまたこの一つの観点が必要で、それが出てくるのは政府との関係とね、それからその大衆感情、その国の国民の日本に対する感情、あるいはその国民レベルでの交流とか反発とか、あるいはその留学とか、まあありとあらゆる関係があるわけで、国民は国民のレベルで、それは政府間関係とちょっと違うわけでしょ。でそれはどうなってるかという問題があると思います。まあ一つ例を挙げますけども、つまりアメリカとの関係はバラ色とは言えない、ね、経済的な経済摩擦がしばしば起こりましたが、70年から80年そんなに強い摩擦、経済摩擦が起こってるわけではないです今。しかしそれから政治的にも大体日本は米国と友好関係というか、日本が政府の言うところによればね、これ外から見れば要するに大体米国に従ってるわけですね、外交関係については。しかしその例えばその靖国神社問題は日本と米国との間にはそういう争点としてありません今のところね。しかしそれはその政府レベルで公式にはないんですが、その靖国神社というものについてね、何を考えているかという点から言うと、最近の例はですね、23日2日ぐらい前のニューヨークタイムズの記事、社説じゃないけど記事ですよね。それが日本でも出しているそのインターナショナルヘラルド・トリビューンの記事は、これはもう毎日東京でも印刷配られてるでしょ、朝日新聞と一緒に。そこに出てた記事はその靖国神社を論じてるわけです。そしてその何を論じてるかと言いますとね、それは靖国神社ってのはどういう意味があって、どう何を論じてるかっていうことのその見方は中国の見方とか、それから朝鮮半島の韓国の人たちの見方と違わないでしょ。それほど靖国神社がどういうものかということについては、それを参拝するとどういう意味があるかということについての解釈はね、国内問題だから黙ってろって言ってもそうはいかないわけで、その解釈の仕方はですね、大体あんまり違わないんですよ、ね、そして念のためにこれはそのこういう見方ですね。つまり第二次大戦の時と同じように日本の戦争はそんなに悪くなかったという考えでしょ、大体ね。そして祀られてる人、戦犯が祀られてる人に東京裁判での戦犯が祀られるところに参拝することがいいとか悪いとかという問題があるわけですが、しかしそもそもだ、その東京裁判の戦犯を祀ったというふうに我々は言いますけどね、だけど靖国神社の立場に立てばそれ戦犯じゃないんだ、戦犯を祀ったんじゃなくて無理な裁判っていうか、非合法的な無理な勝者が敗者に押し付けた強引な裁判によって、その愛国者が何人かの愛国的指導者が戦犯にさせられちゃった、かわいそうに。そしてその人たちを祀ってるから、だから靖国神社の立場が戦犯祀ってるんじゃなくて、か愛国の英雄を祀ってるんですよ、これは要するに、ね、だけどその解釈、それは一つの解釈でしょ、ね、だから東条英機さんは戦争を指導した人で、それはその事実問題でしょ。そしてその事実をどう解釈するかというと、これはその
侵略戦争を指導した人であって戦犯であるというのが東京裁判の考え方ですね。で、ところが靖国神社の考え方ではそれはその戦犯じゃなんじゃなくてね、そうじゃなくてその愛国のあれですよ。あんまりそう悪いこともないの。どうして悪くないのかよく分かりませんけど、とにかく戦争は悪くないことで、でそれを指導した愛国者っていうことが解釈ですね。で今まではその靖国的解釈はあんまりなかったけど、最近日本の中で起こってきたわけです。それは教科書にもいくらか反映してるわけ、新しい教科書で、ね、そこでそのさっきのニューヨークタイムズの社説元ね、それでそれをヘラルド・トリビューンが転載した。でそこでですね、そこで何て言ってるかと言いますとね、その戦争の解釈が靖国的解釈か、その東京裁判的解釈かということが2つ言われる。東京裁判的解釈というのは日本政府が公式に取った立場です、戦後ね。しかしそれは最近でも中国が取ってる態度だし、それから朝鮮半島の韓国の大統領もそういう観点から前の戦争を見てるわけですね。で日本では靖国はだから明らかに違うんだけども、つまりどのぐらいの日本人が そういう考え方ね、靖国的考え方に立ってるかというと、それはその数人じゃないですよ。非常に かなりの数の人たちがそうだと思うんですが、でどのくらいの人がそういう見方をしているかということは、それは調べなきゃ分からない、ね、調べても簡単には分からないけど、大体それは分からないと思いますが、で日本ではとにかくそういう2つの見方が生きているというところまでは言ってもいいでしょう。そういうのが生きているわけですね。日本の外ではほとんどないです。ね、中国にはないそういう見方は、それから韓国にはない、ヨーロッパにもないです。パリでもそれはアンケートを取るまでもない。知らないと答えるか知ってると答える人は明らかに東京裁判的立場を取るだろうと思います。ドイツでもそう、ね、ニューロンバルクの裁判がありましたけども、ドイツの戦犯裁判、日本についてそれは日本は例外で、あれは本当はいい戦争だったという、まあドイツ人は少ないですよね。もし何か知識を持っているドイツ人だったら、そういうわけですから、それは東京裁判っていうけどね、だけどのけども今言ったさっきお話したように、韓国中国との関係あんまり良くない。その中国の見方とですね、韓国との関係良くないと、韓国の戦争の見方と、それから北朝鮮の戦争の見方と、ロシアの戦争の見方はみんな同じでしょう。戦争の見方に関しては共通点があると思うんですね。アメリカはどうなんでしょうということが問題なの。でそれは今言ったようにそのどのぐらいの人か、まだそれは世論調査じゃないんですけどね。だけどそのニューヨークタイムズっていうのはある意味で、まあ非常にちょっとそう言っていいかどうか問題だけど、だからとにかくある意味でそのアメリカの知識層の代表的新聞なんですよ。つまりね、少なくともそのアメリカの知識層のものの見方が現在どうなってるかっていうことを測るために、大事な資料の一つなんですね、少なくともね。でそこを見るとニューヨークタイムズは明らかにつまり中国と同じ見方をしてるんですね。それからニューヨーク韓国と同じ見方をしている。そこにそういうちゃんとそう書いてある。その中国人はこういうふうに解釈して、これとんでもない新しい考え方が出たというのでびっくりしただろうと。韓国人もそうだろうと。じゃあアメリカ人はどうか。まあWe don't agree。その我々もそれちょっと賛成できない。アメリカ人も同じ。ね。そうするとですね、そしてもしそうだとすると、靖国的立場だとすると、東京裁判は押し付けの非合法の勝者のただ賛美に過ぎないと。で悪いことをみんな負けた方に押し付けちゃったという解釈でしょ。でそれでいくと真珠湾も正当化されるんですよ。
そして真珠湾の正当化にいろいろ理屈があって、日本は真珠湾を攻撃したくなかった、しかしそのアメリカが誘導して戦争をせざるを得ないようにほとんど落とし穴に罠にかけて日本の艦隊を真珠湾におびき寄せたという、まあそういう会社がもっと前からあるんですけどね。だからそれを今持ち出してる、そういう結論にならざるを得ない。でそれはアメリカ人は賛成しない、大部分のね。ですか、だからその15年戦争に対する解釈の中でね、日本の外で賛成してる、この日本その靖国的見方にね、賛成してる国は今のところ私の知識の範囲では一国もない、日本以外には。もうかなり強い孤立でしょう、それは。それは過去に対する態度の問題だからあんまり大事じゃないとお考えになりますか。でそうは必ずしも言えないんですね。でっていうのはね、初めから言ってるように15年戦争っていうのは相手のある仕事なんですからね。だから日本の中国侵略、大規模な中国侵略です。その周りに他の国の侵略も含まれてきたけど、中国を中心としたアジア大陸の侵略ですよね。でそれ侵略じゃなかったっていう解釈がね、取るか取らないかということは、つまり現在の情勢を考えるよりも非常に大きな影響力があるわけですよね。だから中国政府も反応してるし、あれも韓国政府も反応してるわけです。そういうわけで全部悪いんですね、大体。でいろいろ懸案があるけれど、どれも解決の目もどこにも見えないですよね。で今までのところ私はどっちがいいとかどっちが悪いとか言ってませんよ。ただその事実の問題として別の解釈があって、日本の解釈は一つ、日本だけ。それで日本以外の国でそういう解釈を大勢の人が取ってる国はない。でその中にはそのアメリカも含まれるだろうと言ってるんだ私は。でそれはその現在の事実っていうか状況の叙述ですから、まあ、あなた方が判断していただきたいんですが、私の言ってることが間違ってるか間違ってないかね、どっちかだと思いますけど。さてそういうふうに解釈して、もうちょっとそこは非常に大雑把な話ですね。うまくいってるとかうまくいってないとかっていうのは、だから全体としてね、うまくいってるとこ一刻もないんですよね。でこれは1930年代の初め、スイスのジュネーブの、その頃は国際連盟と言った、国連ではなくて国際連盟と言ったんですが、国際連盟の総会での状況と非常に似てると思うんですね。日本では名誉ある孤立って言ったんですね。つまり満州国っていうのを1931年から日本軍が作って、武力によって中国の領土の一部を占領して、それを独立国だと宣言したわけですが、でそれからね、撤兵しろっていう要求が出てきて、まあ中国はもちろんそういうわけでしょう。そしてその日本側はそのあれをこのそんなことはないと、ちんと満州国は日本の領土ではなくて独立国だと、独立を援助しただけだというのが日本側の議論だったんですが、で国連は調査団を、その国際連盟は調査団を送ったんですね。英国人のリトンという、それリトン調査団というのね。そして帰ってきてから総会があって、そしてまた投票があって、そして結局日本はだけが賛成って、そのつまり満州国賛成でね、そして他の全ての加盟国は反対だったんですよ。そして結局日本は国際連盟を脱退するんですが、その時の日本側の言った言葉は名誉ある孤立って言うんですよ。つまり日本の意見があって、でそれはその世界中のあらゆる国が反対してるわけ、全ての国例外なしにね。で状況は非常に似てるのね、今の状況は。その日本の周辺の非常に有力な国に関してはほとんど例外はないですね。
だから名、まあ、名誉があると大変結構だと思いますけど、だからその名誉があるかないかは別として、とにかく孤立の方はほぼ事実だと思います。そうしますとですね、外交的にはまあ大体その孤立を破るのが外交の目的でしょう。そしてだから外交官がお金を使いすぎたとかなどかという話があったけど、つい最近ね。しかしそういうことはあんまり大問題じゃないですよ。外交官が接待に大きなお金使ったって言ってもね、そのたかが知れてるですよ、その宴会に使ったお金なんかは。だからそういうことがその少し使いすぎだろうが使いすぎじゃなかろうが、そんなことは大した大問題じゃないと。そういうのをね、さまつ主義って言うんですよ、トリビアリズムっていうのね、英語では。でそういうことをギャーギャー騒いでる時間があったら、もう少し大事なことを考える。大事なこととはどういうかというと、対外関係を調整することでしょ。問題がなければ調整する必要ないんだから。だから国際関係というのは争点をしばしば含んでるわけだから、その争点をその何とか交渉してまとめ上げるということ。そのでまあ結局多かれ少なかれ友好的な関係に持っていくことが、つまり外交官というか外務省の任務じゃないですか。でそれを果たしてるか果たしてないかということは大問題でしょ。あ、それは大使館の宴会の予算と違いますよ。それは事の重大さが。そこでその今申し上げたように関係みんな悪い、そうすると責任問題はないんですか。それが現状ですよ。なぜそういうことが起こったのかということは、まあ責任問題に行く前に、もし現状がそうであるとすれば、その理由は何だろうということを考えなきゃ困るわけでしょ。今7時35分ぐらいですかね。ちょっとじゃあもうちょっと、それでそこでその大事なことが2つあると思うんですね。それで一つは今度は中国に帰りますが、その4月に、私は3月末と言って、私が行ったのはね、しかし4月になってからっていうのは、帰って日本に帰ってきてから1週間ぐらい経つと、例のその反日デモっていうのが起こります。で反日デモはかなり過激なもんで、このスローガンを出しただけじゃなくて投石をしてですね、そしてガラスを割ったりなんかしてる。それからガラスを割った建物が日本の商店とかそういうものだけではなくて、外交代表団のところもガラスを割ってるんですよ。大使館とか領事館とかね。で大使館のガラスを割るのはちょっとまずいことなんですよね。実際問題として政治的感情的に非常に悪い、まあ、挑発的でしょう。しかしそれだけじゃなくて法的にもまずいですよね。大使館は日本領土だから、法的にはだから、そこに投石するっていうのはちょっとあんまりうまい方法じゃないですね。その非常に強い、これはそのプロテストだってそう簡単に片付けられない面があって、まあ、日本人は怒るのは当たり前だっていう面があるわけなんですが、まあ、とにかく激しいデモが起こりました。でそこのね、で、まあ、そういうことはあるんですが、一つの問題はですね、どの程度に学生さんとか若い人、つまり実際にそのデモに参加して大使館に行った人たちは自発的なのかって、それからそのどの程度に政府はそれをコントロールしているかと、中央政府という問題があると思うんですね。でこれはその簡単に知ることができない非常に難しい問題だとは思います。で同じような構造は中国でもっと前に、1960年代の末にからですね、文化大革命っていうのが起こった時に、これも大学から起こったんです。文化大革命は米人のベーダーとかね、チンフォアの大学が起こったんです。どこまで自発的でどこまで政府が陰で操るっていうかコントロールしてたかという問題があると思うんですね。
で、これも非常に難しい。今はその証言は山ほどありますが、文化大革命についても。で、それはちょっとその言うことは非常に難しいですね。ただ、まあ私の印象はですね、その、なんだお前はいつも折衷主義だって言われるかもしれませんがね、あの、つまりね、まあとにかく文化大革命に関する限りあれだけの何百万という若い人をね、あの中学生まで含めたその人たちを動員することはできないですよ。あのもし彼らが彼らの中に自発性がなければ。だからいくらどういう政府でもね、あの政府が独裁的、あるいは政府がその国民を非常に強く把握していても、どんな政府でもどこへでも命令さえ下せば何でもさせられるというもんじゃないですよね。そういう独裁者というのは私の知識の範囲ではないです、ローマ以来。だからある程度その大衆の中にあのそちらを向く雰囲気があって、そこに命令を下せばみんなが行くということはあるけれど、命令を下さなきゃ動かないということもあるでしょうけども、しかし全然真っ向に大衆は右に行きたいって言ってるのに左って言えば翌日からパッと左向きになるって、そうはいかないですよね。で、第一そういうふうにそのあれはあの独裁者ってものは動かないと思うんですよ。スターリンもそうだったと思います、ね、そこで文化大革命の時に毛沢東はもちろん権力を握ってました。でもちろんコントロールしましたよ。全然そのあれだけの大衆運動が起こってそれを利用もしたでしょうし、政治的に操りもしたでしょう。あらゆることをやったと思うんですが、しかし全然今度はそのですね、反対にあの大衆の方側に自発性がなかったとは言えないと思うんです、私はね。まあかなり文献は読んだつもりですが、ちょっと言えないと思うんですよね。でそれならばそのあれは大衆の自発的な運動であって、あの政府は後からついていっただけかというと、そんなことはないです。それはね、あの2つのこと。例えばあのあれからその何百万の人が北京に集まってくる、北京に集まってくるでしょ、短い期間に突然。でその人たちの運送、あの交通とか、それから衛生とか、それから食品とか食べ物とかですね、そういうことをその伝染病も起こさないで、そういうそれだけの人を急にその飲み込むことはね、それはその政府のコントロールなんかできないよ、ね。そしてその政府の一番上に立ってたのは周恩来です、その時は。だから周恩来に象徴される中国政府の行政機関の活動がなければ、活動してる行政機関、行政機関が麻痺してたんじゃなくて活動してたんですよ。だから病人が出なかったの、ね。何百万の人間がただ入ってきて放っとけば、それはたちまちあの混乱が生じて、そういう公衆衛生的な面見てもだけでもですね。それからそのまああの運動が収束するときにはもっと直接に政治的に解放軍が介入してます。それで解放軍の介入が大革命の文化大革命の収束にあの大きな役割を演じたということは、まあ大体あの大丈夫、大丈夫っていうか反対意見があまりないと思うんですよね。だからその両方の要素があって、その非常に複雑な絡み合いの中であの運動は展開された。で今度はもっと比べ物にならないほど小さな運動ですが、それでもそういうことはあると思います。もっと前にね、大革命よりも前に起こったことで、まあ、日本側でも思い出した人があるし、中国側でもしきりに思い出したのは五四運動です。五四運動は1919年、ね、反日のため、それから日華排斥の大運動だったんですね。それだけじゃないけど、まあ、それだけどそれはまあとにかくその日華排斥は大きなスローガンの一つだったんですが、だけどあの時もそうだと思うんですね。政府がやらせたっていう解釈は単純化です、ね、そうじゃなくてその大衆の自発的運動という面が、しかし政府がコントロールしてなかったかって言って、いやそんなことはね、だからやはりそのあるコントロールの能力を持ってたと思うんですね。それでそのバランスの関係だと思います。でまあそういう観点からあの今度の見れば、あのやはり非常に複雑に絡んでると思います、両方の面がですね。だからあの
そのことが例えば中国政府はの高官の中にはですね、事件が起こってから投石とかガラスをぶち割ったとか、そういうふうなことに対する謝罪的な発言がありました、謝罪がありました、日本政府に対してね。しかしデモが起こったこと自体については一度もあれしてないです、謝罪してないです、デモの原因については。そしてあとの反応が非常に面白いですよね。今日面白いって言っちゃ悪いけど、つまり非常に興味深い問題だったんですね。日本政府との代表と外務大臣を含むところの、それから中国側の代表との間に、政府の代表との間に交渉があったでしょう。そしてその時、その日本側が主として問題としたのは、そのガラスをぶち割ったということです。それは、ね、非常に正確な具体的な行動 でこれはまずいことだ、だからお互いあなたの方で弁償しろっていう要求を出したわけですね。でそれはかなり中国側は飲んだわけ、実際問題としては中国側で修復したわけですが、しかし中国側はそうじゃなくて、なぜデモが起こったかという議論をしたんですね。デモが起こったかについては、その日本側の調査にも責任があると、どういう責任があるか、それはその歴史意識が曖昧だ、ね、歴史意識が曖昧だっていうのは15年戦争の解釈がグラグラしてるっていう意味です、ね、さっき私がお話ししたその15年戦争の解釈というのはだから大事なんです。今でもその政府間交渉の中で出てきてるわけ、ね、だから靖国参拝なんてのも出てくるわけです。なぜデモが起こったんでしょう、ね、それはその日本の売った商品が悪いからじゃない、でそうじゃなくて日本の政府代表が靖国神社参拝をすることに対して反発してるんだと、でそれはその原因の一つであるということを言ってるわけです。だからそのどうして中国人が靖国神社の話をするかというと、靖国神社はある歴史の、あるいは戦争という過去のね、歴史解釈の象徴だから、ね、ある歴史解釈を代表してるから、集中的表現だから、だからそれに抗議してるんだと言ってるんですね。そうするとそれは全然、その一方の中国人の言う歴史意識はデモの原因に関してます。で日本政府の言うガラスが壊れたということは、つまりデモの結果について関わっている問題でしょ、あるいはデモのやり方についての問題です。でそれはちょっと違うんですね。デモのやり方とデモの原因は別の2つの話題だ、ね、それ何枚のガラスが割れたかという問題と、それからその戦争をどう、15年戦争をどう解釈するかということは別の2つの問題ですね。だから話は食い違いだと思います。でだからまた起こると思います。で皆さんが驚く必要はないと思います、また起こっても。つまり話してないからね、ガラスが何枚割れたということを、それで誰がそのガラスをもう一遍支払うかということをいくら議論しても、でそのことからはその15年戦争の解釈が出てこないですよ。でデモが起こったのは、中国の学生が日本大使館のガラスに嫌な絵が描いてあったとか、ね、汚いガラスで通るたんびに不快感を催すとかって、そういうことじゃないんだから、ね、だからそれはガラスはどうでもいいん でそうじゃなくて、その日本大使館の象徴するところの日本の政府の15年戦争に対する態度に不満があるわけです、ね、そしてその場合、まあ私も日本人だしね、まあそれ言いにくいことですけどね、しかしその長い目で見ればね、客観的な事実を客観的に直視することの方が、耳障りが悪いので、ごまかすよりも日本国のためでもあると思うんですけどね。だからとにかく
15年戦争の見方に関する限り、これは意見ではなくて客観的事実として、さっきから申し上げているように、中国の見方は国際的です、ね、同じ考え方です。根本的にロシアも韓国も、それからユナイテッドステイツも、それからヨーロッパも同じ考えです。考えですよ。だから15年戦争の解釈に関する限り、中国と食い違いがあるという、その食い違いの性質はかなり名誉ある孤立に近いんですよ。そしてそれは事実問題だから、まあ名誉の方は事実問題というよりもちょっと自画自賛だけどね。だからとにかくそれはそのはっきりしといた方がいいと思います。でそれがまあその現在の状態なんですけれどね、まあ実際には60年間9条のある憲法を変えないままで憲法とともに暮らしてきたわけですが、もしそれがなかったとしたらどうなっていたろうかっていうことですね。それから将来は今やめようっていう9、このいろんな差し障りがあるから9条を除こうという、あるいはことに9条の第2弾を除こうという考え方があるようですが、でもしそういうことをしたら何が起こるだろうかですね。で初めのそのもしなかったら何が起こったろうかっていうのは、つまり過去の、実は過去はあったんですから、それはもう本当は分からないわけですけど、だけどまあそういうその過程のあれですね。でなぜそういう過去の問題にこだわるかっていいますとね、その一つには九条は理想主義的なもので、で戦争をないようにしようという、まあ平和主義のものですから、だから役に立たない、実際には役に立たない、あるいは時代遅れだという人もあるし、それからまああれは理想であって現実とはあんまり深い関係がないように言う人もいるわけですね。ですから私はその九条は日本での過去60年間にもしあったんですけど、だけどなくてもね、同じような理想主義的なものだという考え方は、を否定したいんですよ、ね、もしあれがなかったら、その過去60年間は全く別の歴史になってたと思いますよ。でだからその過去の話だけれども、そういう過程を設けて、もし憲法がなかったらどうなったか、あったからこうだったという話をしたいんですね。それから2番目にはもちろんこれをやめればどうなるか、どういう結果が生じるだろうかっていうお話は、これはまあ今までも我々が時々折に触れて講演会などで話してきたことですけど、だからそれをまあ指摘したい。それが第2点ですね。で第3点は今、なぜ今なのか。で今変えれば、その今という字にして、このタイミングっていうかね、その憲法を変える変えないか、いつか変えるか変えないかの問題じゃなくて、今変えることがどういう意味を持つだろうかということを最後にお話ししたいと、まあその3点です。でその第1点の過去について、もしか憲法、平和憲法がなかったら何が起こったろうか、それはですね、韓国が参考になると思うんですけどね。で韓国はずっと、まあ、分割され、朝鮮半島は分割されて、南側は韓国でしょう。そして朝鮮戦争が起こるってことですね。で朝鮮戦争にはもう当然巻き込まれるわけだけども、その米軍も巻き込まれるし、中国兵も入ってくる、北からは義勇兵ということになってる。中国の解放軍がそのものとしての介入じゃなくて、その義勇兵の介入ということだ。まあとにかくそれが参戦した人たち、朝鮮半島で戦って死んだ兵隊たちの話ですね。日本は参戦してないんですよ。だから朝鮮戦争がですね、1950年かな、始まって、
まあ、しばらく続くわけですが、激戦になって、それで非常に損害が大きくなりますが、でその戦争に日本は参加してなかった。で米軍は日本に駐留してた。米軍の基地からはもちろん米軍がその朝鮮戦争に参加して出ていったわけですが、でどうしてその日本は参戦しなかったっていうかというとですね、そのまあ国力がそれほどその戦争するところの先じゃなかったわけですが、1950年代というと日本の、GDP は50年代の初めに戦前の水準を回復してません。だいたい戦前の国になったのは、水準に回復したのは50年代の中頃ですね。でそれはまさに朝鮮戦争を経験した後なんですよ。で朝鮮戦争はだから日本の経済的復興のためにはプラスに作用した面が非常に大きいですよね。ですがとにかくその自衛隊ではなくて警察予備隊かな、警察予備隊をその朝鮮に動員することにはその時のことに吉田首相がね反対したんですね。そしてその時に使った議論に大変その大きな支えになったのは九条です。だから憲法を作って、ね、それで九条をして、日本がもういっぺん戦争をしないようにのために九条を作ったでしょう。そしてご都合主義でね、場合によってはそれをまた戦争に使うのかっていうことね。でそれはできないと、どっちかだと、戦争をするのかしないのか。で九条は戦争をしないということを言ってるんで、それはその戦争の渦中にね、日本軍を日本の兵隊をもういっぺん投入することができないという、非常に頑張ったね。そして抵抗したです。それは交戦国の側からの圧力はもちろんあったんだけれど、しかし抵抗したんですね。だからその憲法9条は日本兵が朝鮮戦争当時、すなわち1950年代全般において、その実際に殺されることのなかったということの非常に大きな役割を演じたんですよ、九条は。何にも役に、それで役に立たなかったんですか。理想主義だから何にも役に立たない現実離れのした話なんでしょうかね。だけど日本の兵隊が死ぬか死なないかというのは、これ大きな問題じゃないです か。 だから現実離れどころじゃないでしょう。一番現実的に大きな問題でしょう。でそこでその重大な役割を演じれば、それ以上重大な役割というのはそんなにたくさん考えられないほど重大な役割じゃないでしょうかね。ですからそのほとんどそれは過去の事実で、過去には九条があったんですからね。だからそのなかったらどうかっていう過程は難しいけれど、それでもですね、そのなかったらもっと少なくとも難しかった、出兵 しないことは、ね、すぐ隣で戦争して、それで日本は米軍が守ってるんで、その米軍が戦争してるんですから。だからその米軍が攻められた時、戦闘行為に入った時はそれを擁護するのが当たり前じゃないかという議論になってから、軍事同盟の普通の考え方から言えばそうです、ね、ですからその非常に大きな分かれ目、どっちを取るかという問題はですね、そしてその大きな役割を演じたんですよ。だから朝鮮戦争で、そして同じことはベトナムの戦争についても言えると思いますね。でベトナムにやはり韓国は軍隊を送ってます。で送ればもちろん死者は出てます、戦死者は韓国軍の中からも。で非常に多数のベトナム人が死んで、ご承知のように。それから米国人の損害もかなり大きかったでしょ。でとてもそれはその湾岸戦争やイラク戦争とは比べ物にならないほどたくさんの死傷者が出てます。でそういう時に日本は軍隊をベトナムには送らなかった。だからにその当時はもうすでに自衛隊ですが、自衛隊の犠牲者っていうのはなかった、ね、誰も殺さなかったけど、ベトナム人は殺さなかったけど、日本人はまだ一人も殺されなかった。でそういうことは憲法があったからですよね。
それを非常に強く作用しているんですね。憲法があったからだけではないでしょう。いろんな要素が加入しているでしょうけども、しかしその憲法はそこで少なくとも慎重というか、あの理屈っぽくなって恐縮だけども、正確に言おうとすれば、つまりあの憲法はそこで大きな役割を演じた。でそれはちょっと疑いの余地ないんじゃないかと思います。ですから過去にですね、あの憲法が何の役も演じなかったとか、現実離れしてるとかっていうのは、あの随分粗雑なあの見方だと思いますね。それはあんまり正確じゃないのよ、ね、それからあのイラクの湾岸戦争でも同じ。湾岸戦争は参加した国の死傷率は低かったけれど、しかしそれは出てる、やはり損害というものが出てますね。それで日本軍は参加しなかった。でなぜかというと、そのやはりあの憲法は役割を演じた。別の見方をいたしますとね、あのこういうふうにも言えると思うんです。あのもしあの憲法が現実離れがして、あんまりその実際の政治と関係のないことで、大してプラスでもないが大してマイナスでもない、要するに夢のような話だという批判があるんだけど、もしそれが本当だとすれば、どうして憲法を変えたんですか。変える必要ないじゃないですか、もしそうならね。憲法は大きな障害になると、まあ日本人だけじゃなくてアメリカ人も言ってる人があるんですが、で日米関係のね、軍事同盟の円滑な運転のために、あの憲法は障害になると言って、障害になるということは作用するからでしょ。もし夢物語だったら、別にわざわざ変えるために努力する必要ないわけでしょ。でかなりの反対があるし、まだ反対は強くなりつつあるわけですから、日本国で。だからそれを押してでも、何が何でもその憲法を変えようというのは、その憲法の現実での働きかけが強いということを意味している。逆にもしそういう認識でなければ、それほど努力する必要ない、変えるためにね。だから守るために努力するのは、もちろんこれは単なる夢物語じゃないと思うから、我々は守りたいと言ってるわけですが、しかし変えようと言ってる人も、熱心に変えようと言ってる以上は、それはやはり夢物語じゃないということを前提としてるはずですよ、ね。だからどっちから見ても、守ろうという立場から見ても、変えようという立場から言っても、どちらの場合にも憲法は夢物語ではない、現実離れしてるんじゃないと。大いに現実に働きかけてます、ね。で現実とその条文が違うというのは、それは当たり前の話なんですね。それは当たり前の話だから、あの法律は隣のうちの鶏を夜中に盗んではいけないというふうに法律はできてるわけでしょ。しかし盗むやつが一人もいなければ、法律は必要ないわけなんだ。だからしばしば隣のうちから鶏を盗むやつがいるから、だから盗んだやつは罰するという法律があるわけなんで、意味を持つわけなんで、法律と現実が食い違ったって当たり前の話なんで、食い違うから法律作ってるんですか。だからそういうことを、まあ、あのちょっと考えてから発言した方がいいと思うんですね。そこで、あのそれはまあ過去からの話なんだけども、その今あの変えるとですね、まあ、要するにその戦争がしやすくなるということですね。それからあの地域のことに、その地域の限定がなくなって、あの世界中のどういう地域でも、その日本軍が、つまり自衛隊が戦争しやすくなるというふうに変えようという考え方が支配的なんですね。変えようという考え方の中には。ただそこでですね、あのまあ、だから戦争をしやすくなるというふうに言ってもいいと思いますが、その今までの憲法は、だから戦争をしにくい憲法9条だったんですね。
戦争をしやすくするって誰とですか。どうもね、あの9条に関する議論の場合、まあ9条に限らないんですが、その政治的な議論の中に、あのことに軍備安全保障なんていう問題の時ね、昔あの戸締まり論っていうのがあって、あの戸締まりをしてないと泥棒が入りやすい、ね、だから戸締まりをすることで、あの軍備を、まあ戸締まりとは軍備の比喩ですが、その戸締まりをした方が安全なんだと、戸締まりをした方がよろしいと、なぜなら戸締まりしないとあの泥棒を招待するようなことになるという議論があって、それは戸締まり論って言うんですよ。で軍備の必要 の一つの議論になっているただんですがね。でその時はですね、そういうことに比喩を使う場合には、その非常に抽象的な一般論なんですね。その他の要素は一切写真をして、非常に抽象的に軍備があるかないかっていうことね。うちのが大きなうちの話なのか小さなうちの話かもないわけ。うちの中に誰がいるかというような話もない。それから泥棒に入る人がどういう動機で入るかということもない。ただ非常に抽象的に、この地球上に一つのうちを取れというでしょ。でそのうちに戸締まりがある場合とない場合で、どちらがその泥棒の入る確率が高くなるかというような議論でしょ。でそれがどこにあるかというかこととか、それがどういう、その泥棒が近所に住んでるか遠くに住んでるか、そういう話はもう一切の条件によって極度に抽象的なんですね。しかしその例えばその安全保障のための軍備の問題は、国中が少なくとも一時はね、国中がこの非常に敵対的な国に囲まれていて、しかもそこらの国では公然とその一挙にその国の存在を認めないと、海に追い落とすということを公然と話しているような、そういう国に囲まれていた場合にですね、小さな国が安全保障を考えるというのは、まあ、例えばイスラエルのある時期は少なくともそうでしょ。公的な声明によれば、イスラエルは非合法的存在だから海へ追い落とせということを周りの国で言ってたわけですから、現実に。ですからそこでね、その安全保障、もちろんその追い落とすためには武力も使うんですよ、ということは武力を排の使用を排除しないという、そういうなんていうか脅かしに囲まれている状況の中での、でその軍備が必要かどうかという問題とですね、つまり日本の場合のように、そういうふうに言って、その日本に侵入するぞと言ってた国は少なくともその過去60年間にはなかったわけですね。でそういうことを公然とその日本国に侵入したいということは、日本国の存在が非合法だから太平洋に追い落とせと言ってた国はないんですよ。だから全然違うでしょ。で同じことであるかのように抽象化するっていうのは、その全く議論をそらす問題だと思うんですね。でそれがまあ第一の問題です。それから第二に、その外からの脅威があるから軍備が必要だというのですが、それで軍備が必要だ、外からの脅威があるかないかだ、外からの脅威がですね、その絶対にないという保証がそれでもあるんですかっていう反論を随分受けたことがあるんですが、私は昔。しかしそれはね、随分幼稚な考えだと思うんですね。その外からの脅威があるかないかじゃなくて、そのどの程度の脅威があるかということですよ。ね、外からの脅威の、あるいはその戦争、または戦争による脅しの確率がどの程度に高いかという問題、それは確率問題ですよ。政治的問題の中でですね、ゼロか100かでどっちを取るのかという種類の問題があるのは、それはその嘘ですよ。そういう問題は実際は存在しないだろう、ほとんど。だって全ての政治問題は確率問題だ、ね、だからある政策を取ればその公衆衛生が保障されるだろう、 100% っていうことはないです、ね、だからもっと正確な言い方をして、つまりちょっと術語的な言葉を使えば、だから社会保障にしてもですね、それは公衆衛生にしても、国民の公衆衛生を保障するためにどういうふうなその
危険の確率があるかという確率分布の問題ですよ、ね、で一番高い確率のあるところに一番多くの予算をつけるということだ、防御用のこれ、そうでしょう。だからあるいはその程度問題だと言ってもいいんですね。程度問題でない政策上の問題ってのはないわけだから、それをそうであるかのようにゼロか100かのような議論をすることは時間の無駄か、あるいはごまかしか、どっちかだ、ね、だから脅威があるかないかじゃなくて、どの程度の脅威があるかと言ってるわけだ。日本国民の安全を保障することが政府の責任になるとすれば、政府はですね、あの税金で吸い上げたその公金をですね、その合理的に配分しなきゃならない、危険の大きさに応じて、ね、地震の危険が、あるいは津波の危険が戦争の危険の10倍あれば、10倍の防衛費が、ね、安全保障費がその津波や地震の方に行って、戦争のが10分の1になっていいはずでしょ。戦争の確率が10倍ならば、そちらにもっとたくさんの予算が行ってもいいでしょ。それはいろんな場合があると思うんです、ね、だからさっき言ったように日本の場合とイスラエルの場合と防衛に関して違います。戦後大部分の、少なくとも大部分の時期において全く違ってた、ね、だから私がイスラエル人だったら、それはあの専守防衛っていうのをね、防衛というところにその全力を挙げたかもしれない。こうたとえ公衆衛生の犠牲においても。だから日本の場合にはそうでないと、そういうはっきりしたその確率の落差がないから、だから防衛費にだけいきなりお金を持っていくのは合理的じゃない。だから合理性は場合によって違うので、したがってその戸締まり論のように一般的抽象的議論をして、でこっちに賛成かあっちに賛成か、軍備をやった方がいいかやらない方がいいかっていうのは馬鹿げてるわけですよね。そういう馬鹿げたことをしてないで、その合理的にはですね、どのぐらい軍事的危険があるかという問題です。さて現在の状況でどこにありますか、どこにありますか。冷戦の時にはそのソ連の脅威があると言われてたんですね。あったかもしれません。しかしね、軍事的脅威が成り立つためには2つのことが必要なんですよ。少なくとも1つはその、もし相手方がその日本を攻撃して、でそのために得られる利益がそのために受ける損害よりも大きい時はそのやるかもしれない。だからそれが一つの要素ですね。それからもう一つはその利益が大きいから、その攻撃したいと思っても手段がなければできない。だからやりたいかやりたくないかと、できるかできないか別問題だ。で二つの条件を満足しなきゃならない。だからやりたいというのに十分な合理的理由があることと、それからできるという十分に合理的なその計算に基づいてその手段があるということですね。その2つの条件、2つの条件を満足している国が日本の周辺にありますか。であまりそこについてはっきりしたイメージが なんとなくうち心配な気がするというのだったらね、だからなんとなく心配じゃないの。台風は 毎年来るんだから、戦争よりは小さな被害でしょう。しかしそれにしてもそう確実に来るんですから、全然もうちょっとその安全にしてもらえば困るわけですよね。まあその他の種類 の病気やなんかの脅威もそうでしょ。今は随分コントロールされてて、エイズやなんかもそうですね、国際的にもね。だから国際的な安全保障の問題でもエイズは大きい、うん、それからもっとその南北貧富差に基づく格差は非常に大きい。そのために起こってくる非常に悲惨な状況は大変大きい。でそういうことは起こるだろうじゃなくて現に起こってるわけ。でもしかしたら毎日非常に小さな確率で起こるかもしれない危険に突拍子もない予算をつけるのは合理的じゃないと思います。だから私は絶対に安全とは言ってない。だから大体その絶対に安全か絶対に危険かってことはもうよほど特殊な場合でなければないんですね。それはスイスだって絶対に安全じゃないですよ、うん、絶対に安全ってことはないです。だってそういう絶対にという、まあ何て言うかな、福祉か、
西洋史はあんまり使わない方がいいと、あんまり役に立たないと思うんですね。どちらがより危険かという問題で、そうするとちょっとあんまり考えられないですね。北朝鮮が日本に対する脅威だっていうのは、私はね、まあ、皆さん違う考えお考えの方もあるかもしれませんが、私は、ね、ナンセンスだと思います。で、なぜなら理由はさっき申し上げたように、北朝鮮にとっての利益があまりに小さくて、損害があまりに大きいから、もしそうすればね。それからその第二には、そうでなくその有効に戦争をするための手段が北朝鮮にはない、それからその近い将来にそういう手段ができるようになるとは思えない。で、まあそういうことなんで、そこでその3番目にこのもう一つ考えなければならないことは、その国際問題ですから、むしろ今変えますとね、なぜ変えるんだろうと思うのは当然でしょ。で、我々日本人だから思わないかもしれないけども、日本人でなければ隣国の人だったら、我々は韓国人や中国人だったら、日本が突然その急にですね、今9条を変えて戦争をしやすくすれば、一体どういう何のためにそういうことをするのだろうかということを疑うと思うんですよね。それではそれは元に返って当然なんで、その安全装置として9条を作ってあるんだから、でそれを今変えてもういっぺん戦争をしやすくなるとしたら、どういうつもりなんだろうと思う、当然だと思いますね。で、おそらく、まあ現実的に情勢を分析すれば、まあ、当分の間日本が単独で攻撃することはないでしょうけれど、しかし何か その武装紛争がアジアの地域に起こった時にね、あるいはアジアから離れた地域にしても、その日本軍がそれに参加するということが起こるだろうということなんですね。そしてそういうその武装紛争が地域的に起こる可能性は若干はあると思いますよ。だからそういう時に、その万一そういうのが起こった時にね、その日本が武力を使って、あるいは武力による脅しを使って介入してくることに対する警戒と我々はあると思います。だから現在さっき申し上げたように、日本の安全を保障するために一番大事なことは、現在のところでは周り中のどこの国とも関係が悪いんですからね。だからそれを良くすることが非常に大事でしょう。で、それが一番その合理的な安全保障政策ですよ、ね、友好関係になれば脅威にならないんだから、戦争、少なくとも戦争の脅威にならない。もう5分間ですけどね、1949年に中国革命が起こったね。それでまあその中国共産党の政府が北京にできて、それで中国は脅威かっていうのがまだ始まったわけですが、それからその中ソ同盟っていうのがあったと、それも関係してますけども、そういうことで、でまあそのとにかく戸締まり論で、その日本の武装が必要だという議論する人はまたその時も出てきたんですが、でその時出てきた人は、まあその偉い人からそう偉くない人までだと思いますけどね、その私もちょっとその懇談したことがあるんですが、対談かな、対談をしたことがあるんですけど、どうしてそのそういうことだった、そうね、あなたね、そういうことを言ってるけどもね、そのもしその朝鮮戦争の後でね、そのもしその釜山にプーサンに赤旗が立ったらどうするんですかと言ったんですよ、相手の人がね。で、赤旗が立ったらそれはメーデーかなんかなんじゃないですかって言ったけどね。だけどまあとにかく。そういうことを言った人がいたんです。で、そうするとね、まだもし向こうの身になってみればね、
中国人の側にしてみれば、そのプーさんに赤旗立てるとどういう面白みっていうか、どういう利益があって、どういうそのためにどういう損害を払わなければならないか、値を払わなければならないかって、それは難しいしね、米軍の抵抗もありますし、だからそういう犠牲を払って旗を立ててもあんまり面白くないでしょうということを私は言ったんですね。だからそういうことはちょっと考えられない、その損害が大きくて得られる利益はほとんど極めて限られているから、まあそういうことですね。で、日本の安全を図るにはじゃあどうするんですかというか、それはね、軍備じゃなくて最新式の戦闘機を6機、まあ6機じゃないのかもしれないけど10機でもいいですけど、その米国から買うかね、それともそんなに高いお金使わないで、田中首相がやったように、あの北京の往復飛行機切符を買って、それで北京に行って周恩来と会談して、日中平和の協定に、共同声明に反抗して帰ってくる。費用は往復切符だ。戦闘機より安いんですよ。そしてあの安全性は非常に高い。というのは、その現にその時までは日本の新聞でも、それから責任者の発言の中にも非常にしばしば、そのどこの国の脅威のために軍備をしているのかと聞くと、するとソ連と中国って答えたんですよ。ね、田中首相が米人に行って帰ってきてからは、中国はパッと消えちゃった。幽霊みたい。今まで足音の聞こえてた怪しげな足音がピッで一晩で消えちゃった。それはそのもうその外交的に言って、その一枚の紙にサインして帰ってくるっていうことは、その大変な、そのね、あの最新式の戦闘機を何機も買うよりもはるかに安全にこう貢献したんですね。そのあまりにも明らかです。中国の場合にそれが本当だったら、他の国の場合についても本当でしょう。大体そんなもんですよ。だから少しは、まあそれだけとは言いませんけども、その戦争だ戦争だ、戦争に便利なようにしたいという考えの中には、本当に脅威があるから、脅威を少なくするためにあらゆる努力、最も合理的な手段を取ろうとしているじゃないのかもしれませんよね。だからいくらかそこに別の要素も入ってる。例えばその軍産体制の利益。ありがとうございます。